私のことはお気になされなくて結構です。もちろん口外する気もありません。したところで証拠を示せぬ限り誰も信じないでしょうし、今夜は良いものを見せてもらいました。眼福でしたので、私はこれでもう十分です。そうね、10トンの黄金なんてなかなか見られるものじゃないもんね。バトラ君はダメよ。あなたも一緒に来てちょうだい。せやせや、君は今や立派な次期当主なんやで。お父さんにお目通りして早くそれを認めてもらわんとな。それを決めていいのは当主様だけです。勝手なことを決めないように。バトラ、面倒だろうがもうしばらく付き合ってもらうぜ。お前は何も言うな、黙ってうつむいてりゃいい。わかったな。好きにしやがれ。気分解けたな。お前のお望み通りに。お前がゲームマスターの時にはいつも手紙が来るもんな。気分を解いてみろ、解けなきゃ皆殺しだみたいな。チェスパン思考に乗っ取る限り、人は自らが損になる一手は打たない。だからお前は、俺たちが碑文を解くことで何か得をするはずなんだ。いいえ、碑文を誰かが解くことで、この子が何かを得ることはありません。いいのか、こいつに断らずに、勝手に赤き真実を使っちまっても。この子もそれを望むでしょうから。俺は過去にベアトが碑文を俺たちに解かせようとするのは黄金の隠し場所を見つけさせて横取りするためだと推理したことがある。それも違うのか。はい、第一、もともと黄金鏡の黄金はこの子のもの。見つけさせる必要も横取りする必要も何もありません。ますますにわからない。碑文殺人はわかる。後宮家に対する復讐とか、あるいは魔女としての力を復活させるための儀式とか、こいつなりの理由や目的があってやってるんだろうからな。だが碑文の謎を解けというのにはどんな意味があるんだ。俺たちが解いても解かなくてもこいつに得るものは何もない。つまりベアトにとって碑文の謎が解ける解けないという問題は無価値なものなんだ。そうですね、碑文の謎が解けても解けなくてもこの子にとって得るものは何もありません。解けても解けなくても何の意味もない。それはつまり
碑文の謎自体がベアトにとって無価値だということになるんじゃないのか。そうですね。碑文の謎はこの子にとって何の意味もない。ならばそれを無価値であると極論しても言い返せないかもしれませんね。おいおい、それじゃ碑文殺人もまた無意味無価値ってことになっちまうぞ。こいつはご丁寧に予告状を出し、碑文に沿うように順番にバレないように次々殺していくというめちゃくちゃ面倒な手間を払ってまで毎度あのおかしな連続殺人を起こしてるんだぜ。その意味がなくなっちまうじゃねえか。こいつは自分で自分の目的の難易度を上げている。そうなりますね。おかしな子ですね。知ってるか、ミステリー小説ではこういう碑文殺人のことを見立て殺人という。この見立て殺人が行われる理由を俺は三つに大別できると思ってる。伺いましょう。一つは碑文に沿うことで証拠やアリバイをごまかし犯人に利するためだ。死んだふりをして自らを犠牲者に混ぜる古典もこれだし、碑文に沿わずに殺人を犯しその発生順序を誤解させることによってアリバイを作るのもこれだ。なるほど。碑文に沿って儀式的に殺していると見せかけて
実は自分に利するように誘導しているわけですね。面白いと思います。だが俺たちのゲームでは死者が赤でとどめを刺されちまう。ゲーム版の世界ではごまかせても、ここから俯瞰する俺たちはごまかせない。だからこの最も王道となる目的は違うってことになる。となると見立て殺人を行うあと二つの理由は、一つは偶然、意図せずして行った連続殺人がたまたま碑文をなぞる形になり、目撃者たちが勝手に見立て殺人だと誤解するケース。人間はどのような事象にも因果性を求めてしまう。きっとそうに違いないと思ったらそう見えてしまう生き物だ。なるほど、それも面白いですね。ですがどうでしょう、この子のゲームでは第一の番の殺人以前に常に事件が予告されている。そして明白に非分殺人を遂行していることを示す手紙や状況証拠が次々に見つかるはずです。ああそうだな、偶然なんかじゃない。ベアトは初めから非分殺人を見せつける目的で遂行している。俺たちが誤解してるんじゃない、これは明白な見立て殺人なんだ。だからこの理由でもない。となると最後の一つの理由になりますね。最後の一つは見せつけること、つまり恐怖だ。碑文に沿うということは殺人が連続するという明白な予告だ。生存者たちは続くに違いない殺人にずっと怯えさせられることになる。つまりこの子は死の恐怖を味わわせるために碑文殺人を、と思うと割と収まりがいい。グロい遺体損壊も悪趣味な装飾も全て俺たちを怖がらせるための演出。誰を怖がらせるためなのですか。え、だからそれは俺たちを、じゃあ最も恨んでいる人物を最後まで残したがるってことになるよな。ああ俺の好きな小説の好きなキャラが言ってたぜ。そいつの親しいものから先に殺していって、悲しみを味わわせてから最後に本人を殺すってのが一番恐ろしい殺し方なんだ、みたいなこと。おやおや、恐ろしい小説もあったものですね、クワバラクワバラ。じゃあ最後まで生き残るやつが最もベアトに恨まれてるって論法になるぜ。しかし毎回毎回殺される人間も順序もめちゃくちゃじゃねえか。最終的には死ぬにせよ、最後の晩まで毎回生き残るやつなんて、先に赤で申し上げておきましょう。バトラ君は犯人ではありませんよ。バトラ君は誰も殺してはいません。これは全てのゲームにおいて言えることです。ならなおのこと、俺ってことになる。こいつが非分殺人を起こす唯一の理由は俺に見せつけるためってことになる。
こいつは俺に復讐を、俺に恐怖を味わわせるために非分殺人を行っているというのか。それは違います。恐怖を味わわせるのが目的ではありません。誰かに復讐するためのものでもありません。ならやはり非分殺人には意味なんてないことになる。非分の謎も無意味、対となる非分殺人も無意味。 X イコール Y イコール0だが、その無意味をこいつは明白に俺に対して見せつけている。無意味なことと同価値の何を俺に求めているんだ。わからねえ。考えれば考えるほどに、こいつが何を考えてるのか俺にはわからねえ。それじゃベアトにとって非分殺人は成功してもしなくてもいいものってことになっちまう。まるでその過程そのものを楽しんでいるかのようにさえ思える。以前の俺なら無意味な殺人を繰り返す非道な魔女だと決めつけ、こいつを罵っただろうさ。だが今の俺にはそうとは。ありがとう。だから赤をもう一つ与えましょう。ベアトは快楽目的で殺人を行っていることはありません。違う、意味があるんだ、こいつには。意味とは何ですか？わからない。天秤の両端は無価値でも、こいつにとってこの天秤はしっかりと重みあるものなんだ。